はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットを始めていきたいと思います。ガチャ、レアガチャ、春うららですね。SH デラックスガチャを10連も、10連じゃないや、これ。金の飛貧丸族来たか。さらにプレゼント。さあ、本戦です。カタムギムレット。いよいよ春競馬ですね。トップクラスの瞬発力ですね。前走ですね、残念ながら負けてしまいました。大阪杯出してみようか。今回東海帝王ですね、武豊でいきます。そう、大阪杯負けたんですよね、前回。まったけか。おっと、これでちょっとベスト体重なのか。マイナス8キロ。で、これが6キロやから。国費調教をやってる場合じゃない。で、ここで成長促進で、ベスト、これをベスト体重ですね。さあ、大阪杯出します。WBC も負けてしまったので、しばらく、まあ最終戦近くまでは、ですね、G1 で確実鍛えたいと思います。東海帝王と対戦です。ただこちらが一番人気、ダントツ 1.1 倍、一番人気ですね。そこまでです。いいのかなぁ。他となると全、伊吹舞神楽が丸がついてる。大優作が黒三角ついてるぐらいですよね。確か前回の大阪杯って、不良馬場だったような気がし、ですよね。ただ不良馬場向いてないわけではないんだがな。とりあえず、東海帝王と伊吹舞神楽の単勝を買っておこう。これでスタートです。今回9頭立てとかなり少なめですね。イコノディクタスなんかも出てますね。懐かしい。ホワイト、そう、今日、前年はホワイトストーンにやられたんですよね。ホワイトストーンさせなかったんか。桜も見頃の仁川で行われる春の中距離を決定戦であります。ゲートが開いた。まずまずのスタートかと思います。果たして何が行くのでありましょうか。カナを切ったのはホワイトストーン。ホワイトストーンが前に行ったか。いや、ゴールデンアーかな。それから8番ネーハリビクトリー、そして5番手に9番バミーグレイス、
大優作が最高峰、牛岡は3番手か。東海帝王も2番手つけてますね。早いな。イクロディクタスか。ペースはそんなに速くない。さあ800切った。さあここでどうだろう。内回りです。直線はそんなに長いわけじゃない。おっと、もう伊吹舞神楽が来ている。さあしかし伸びきれないぞこれ。3着が関の山か。いやさ、3着すら無理だから、3着かな。でもどうも調子が悪い。まあです、ちょっとねこれ悔しいな。これで終わらせたくない。と言っても天春は距離があれだしな。人参か。なるとこれかな。安田記念。
出しましょう。横山典弘。森466キロままですね。やっぱりね、追い込みって不安定なのかなって思う。圧倒的一番人気か。なんかもう何も信じられなくなってきた。前年度優勝はしてますが、安心はできないです。さあ、 G1 安田記念。あ、スタートあんまり良くなかった。ダイタクヘリオスか、いい足してるからな。最高峰つけてますね。ちょっと引っかかってる？そんなに展開が早くない。さあ、直線に入った。これ伸びてくるのか？大宅ヘリオスは再度先頭に立つが、まだ伸び、まだ来ない。ようやく来た。しかしもうダイナクヘリオスが強い。かわせるのか？かわしたか？かわした。安田記念勝利です。マイルの方がいいのかな、この馬。これで5000枚突破ですね。本目ですね。仕方ないですね。宝塚出そうとも考えたんですが、ここは無理できません。というわけで、大阪杯は3着に敗れてしまいましたが、安田記念は無事勝利することはできました。まあ無理をせずですね、走らせていきたいなと考えております。はい、スターホースポケットをお送りいたしました。また次回、残り23週なので、そんな無理をせずに、走らせていきたいと思います。また次回をお楽しみに、はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。